マリカ実況、はい、マリオカート部スタート、発足イエーイ。マリカお前夢中になって格好つつもりで言ったじゃねえかよ。そら、よしやるぜ。問題はなんかあんまりひどいんで俺だいぶ直しました。お前トゥクトゥクの人って言われてる でこれね、スタッフの悪意があって眉毛ないんですよ。お前嫌われてんだよな。真剣な話聞いてるときこの顔してますもん。あ、してる。確かに俺こういう顔のクゼよく見たことある、うん、はい、こちらで可愛、うん、いですね。いいじゃないですか、はい、じゃしみちゃんのセッティングをじゃあちょっと、どうぞ。何でもいいかな。何でも大丈夫です先生。何でもいいんですか。適当で大丈夫です先生。本当にじゃあそんなこと言う男は勝てませんよ。本当にいいんですか。これでもいいですか。あ、全然いいです。いきましょう。え、いいんですか。こんななんかカブでいいの。いいよいいよ全然。え、これじゃなくていいんですか。ヨッシーの。ヨッシーじゃなくていいんですか。あ、今日じゃあグリーンのパンツでヨッシーでお願いします。あ、マジですか、はい、じゃあヨッシーで、うん、はい、じゃあしみちゃんお願いします。はい、これさっきしみちゃんがないな。 A ボタンだよ、はい、A ボタン、はい、うん、あ、なんかちょっとさっきと雰囲気違うのこれ。雰囲気って何。コントローラー違うから。そうそう、コントローラー違うから。よし、うん、やばいやばい。本当にワイプ出さないのこれ。ワイプなし、うん、いいんだよね。はい、いいよ。さあ、僕の好きな牛の世界にやってきましたよ。牛の世界だ。本当だ。牛の世界だよ。ね、ゆっくりだけどね。しみちゃん、今しみちゃんが出発しまーす、はい、しみちゃんが出発するよ。何してんの。え、じゃあ普通に走ったよ今。みんなですっげえ画面綺麗、めちゃくちゃおもろいやん、ね、めちゃくちゃおもろいよ。俺もう仕事とかしたくない。一日ずっとゲームしてた。どんだけ売れてると思ってんのこれ。めっちゃ売れてるんすか。めっちゃ売れてるよ。しみちゃん、コイン使った方がいいよ。世界中で。え、使えるの。はい、一緒にこれで。あ、なんかね、コインを取ると加速するんだって。嘘でしょ。ちょっと、あ、あのスピード伸びます。このイニシャル D を読んできた。え、イニシャル D。イニシャル D を読んできた。バイクやけど。ぶっ込みじゃない。ぶっ込みのタイプじゃない。あ、しまった。あららららタイムロスした。でも、あ、なんかジャンプ台。ああ、ジャンプ台。これですよこれ。おい、うまいね、ジャンプ台乗ろう、ジャンプ台乗ろう、乗りましょう、乗りましょう。ああ、誰、ああ、誰よ。誰今盛り上がる。こっちですね。めっちゃやられてますね。よし、これ何周やるんですか。これは3周です。3周です。今2位だよ、2位。あ、いいですね。いけるよ、1位いける。あ、めくった、めくった、いった、いった。めくった、めくったって何。まくった。もう独走ですね、これ。じゃあ、いただきます。いただきます。おーおーおー、牛いっぱいいる、牛いっぱいいる。らららら、ぶつかなくていいの、しみちゃん。ぶつかなくてどうですか。バーンって。しみちゃん、搾乳は。ドンキーコング抜かれたよ。しみちゃん、搾乳は。搾乳って何。乳脂肪。君、その2個あると思った方がいいの。ほんとだよ。それ、あのブースト。あ、やばい。ブースト、ブースト。お前、あれ飲めよ。いや、結構良かったですね、今の。ちなみに、しみちゃん、今日初めてやります。今日初めてやってます。おい。ちょっとね、あの、画面チェックの時、本番前に1回やったんですけど。でもほぼ何も知りません。ほぼね、ほぼもう今日初めてやる感じ。うまいね、清水できる。あ、清水やった。見えない、見えない。これなんでなんで。大丈夫、イニシャル D 読んでるから大丈夫。敵のっていうか、あのイニシャル D 読んでるから大丈夫。ないイニシャル D 読んでるから。イニシャル D 読んでるから。コース取りをしっかりイニシャル D でいける。1位いける。ああ、このドンガメカメのくせ。ああ、大好きな牛に頼まれた。これもこれ2つあるとこ。大ちゃん2つあるとこ。大ちゃんほんま、はしたないわ。右行け。ほんとに行け、行け、行け、大丈夫。あ、オッケー、そこに。しみちゃん、こんばー。すごい。もう一回、しみちゃん。あ、飛んでる。あ、ここ入ると遅くなるんだよね、この芝生。もう3位やる。ほら、危ない。ほら、おい、もう終わりました。おめでとうございます。何回やで。おめでとうございます。ありがとうございます。これさ、ね、ゲームやめるで変えることできるもんね。やろう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 。変えた方がいい。喜んでる僕が。すごい。初めてですよ。やばい、俺もプレッシャーだ。俺は全然できないよ。1位なの当然って空気になっちゃったよ、これで。すごいよ。あの、一番加速するやつでお願いします。これじゃなくていいんですか。じゃあ、これにしましょう。それがいい。え、かわいい。かわいい。お前、そういう、ね、ネタに。僕、ジョーカーが好き。お前、さっき、あれだよな。お花のやつ。お花が好きって言ってたよな。詩人は花が好き。詩人が花が好き。あ、俺、ガラガラ。あ、それがいい。砂漠。カラカラ砂漠。砂漠。砂漠行っちゃう。じゃあ、クゼさん、砂漠お願いします。黄色い服着て砂漠行っちゃうの。はい、みんなで。どうかしちゃう。A でいいんだっけ。A でいいんだっけ。みんなで。さあ、クゼさんが、いよいよ出発します。実力見せてくれ。俺の実力ないんだよ、これ。今日はやもう本当に1回ぐらいしか走ってないクーさん。え、どこでドリフトするんだっけ。ね、ジャンプボタン、ね、R2。
ゴー、出発しました。さあ、久世選手、いいスタートはいいですね。おっと、ごぼう抜きだ。もうすでに2だよ。さあ、ここでアイテムを何を拾うのか、こちら。おっと、バナナをまず拾った。どこに置くか本当に大事。投げた、コースじゃないところに置いた。これは逆に高等テクニックか。トゥルッティッツは家でやり込んでいるのか、久世選手。なんかいるぞ。サボテンだな、あれは。あの2個取ってた。なぜ逆にうまい。2個取らない。これどうしたらいいの？これアリ地獄じゃないですよ、これ。もしかしてどうするのこれ。コインをめっちゃくちゃ取ってる。1個取らなかったな。お金好きやね。お金好き。おいちゃん。ゼニゲバクゼ。後ろからやられましたね。もう一体何者か、クゼの爆走を止めたのは。さあ、今ただいま4位でございます。1周目。青春。よし。おっと、オアシスだ。どうなってるの？オアシスを抜けて。どうなってるの？早く。ああ。なんだ今。今。ああ。これ何なん？あれ？どうした？接続が失礼ちゃう。どうしたらいいの ？LR 押してください。はい、A ボタン押してください。A ボタン押してください。はい、まだ A。なんだ今のは。これはちょっとだいぶ強引に押した。ああ、いけない。さあ、今のフリーズは一体何だったのか。怖い。なぜ全部投げる？おっと、1個は置いたか。あれ置いた。さあ、この隣を、おっと、まくったのは一体なあと、このデッドヒートだ。激しい2位争い。1位はその隙に、先に向かっております。さあ、ここで何のアイテムを取るのか。ここでだいぶ変わる。2周目。おーっと、ただの壁のコーナー。あーっと、直線しか行かない。当たらない。残念だ。しかし、インコースを巧みについた。絶妙なコーナーリング。久世選手、初心者とは思えない。と激しいデッドヒートが、おっと、マリオだ。宿敵マリオがいます。さあ、主人公力を発揮して、おっと、2個取った。アイテムを2個取った。来たー！今どこだっけ。もう一発ある。もう一発いったか。ナイス、マリオ撃沈。マリオ今のうちにだいぶ差を広げておくのが。アイムチャンピオン。独走態勢に入ったか。アイムチャンピオンのこと。久世選手、これはどういう風にやるのが正解なの。ここでジャンプします。ついにブレイモンというお名を。はい、来た。こういうことか。爆弾持ってる。爆弾を持った。この爆弾をどう使うんだ。爆弾が中に入っても消えないのか。消えない。なぜそこに。おっと、自爆。なんということでしょう。もうダメだ。なんということでしょう。これはもう絶望的か。さあ、しみちゃんが最初に1位でクリアした記録を、おめでとう。おっと、ここは取らない。俺も多分いけると思うよ。いける。3位。あ、なんか出した。なんだこのスピーカーみたいなのは。おっ、なんだ今のは。わからない。わからないけど2位のやつが死んだ。あれはね。さあ、またしてもマリオが先頭、ニックキマリオが先頭を走っております。さあ、いよいよコースはですね、ニコニコボンバー。終盤に入ってきましたね。バナナ持ってる。バナナはあんまり意味がないかな。先頭、おっと、投げる。お、今加速をいつ使うのか。どうすんのそれ。加速使わない、逆に使わないのか。ここだー。おっと、めくっためくった。1位のまんまオアシスに突入だ。いけ、2個取れ。さあ、この最後のライトもどう使うか。うるさいなお前。自爆がありましたからね。おっと、バナナ、またバナナだよ。バナナの皮を前に、この最後のトラップ。やばい、ほらしまった。これは致命的に、インコースをついにマリオにめくられましたね。負けちゃう。嘘なの。泣き面に8位。しかし2位は死守する。2位は死守しない。4位でフィニッシュ。ダメだ。最後でクレさん、ね、悔しい。そして真っ黒になぜかなっております。ああ、ご機嫌だね。4位でも悔しい。バナナを持っていた方が良かったかもしれない。どうします、クレさん。ハイライト見てみます。ハイライトだって見た選手なかったでしょ今。これあなたのハイライトです。これ恥ずかしいな。投げてます、クレさん。おい、来た。おい、来た。お前見た。見た。俺がマリオに赤いノコノコ当ててる。僕らまんまいちゃって。いや、俺は経験者じゃないんですけど。じゃあお前このセッティング。いや、もう何でもいいですよ。言ったからな。え、待って、これ何があんの。あ、これかっこいいじゃん。これにしよう。結局買い取るやん。こういうとこやな。違うのにしようかな。なんか見ようかな。こういうとこですよ。あ、このクラシックはいいじゃん。A ボタン押して。A ボタン押せ。マツダないの。マツダの、あれ、スカイラインみたいなやつ。ないね。スカイライン。知らんけど。知らんの。だって免許持ってない。君ら全員免許持ってない。キャデラックで行こうかな。そうです。僕は全員免許持ってません。タイヤは何でもいいから。ブルーのタイヤ。運転っていうのはそもそもさ、
あーこれ何でしたっけ、マーガレット、何これ、それはあのガーベラ、うん、ムササビ、ポエムフラ、ポエムフラワー、ワリオ、んスカイライン、もいいスカイライン、免許ないですよ、あ、クッパリ編のね、そうですよ、さあいきます、無免許の私が、無免ですよ、いやいいんですかこれは、いいヤンさんバンされませんか、無免許でマリカなんてやっちゃって、これコンプライアンスだやばいね、そういう時代ですかね、これ誰もあれ実況してくれないの、しますよ、君ら望むの写真撮ろうと思って君ら実況して、あ、実況してプレイしてるね、目を突っ走ってすごい近代っていうか現代的だね、めちゃくちゃ綺麗だ、あれみたいじゃん、あのブレードランナーみたいですね、うんうん、スターティンググリッドに着きました、オコル選手、あ、スタート、スタートを切りましたね、スリップするのかな、コースが分かんねえな、はい、あ、さっきよりも速いことですね、大久保さんの車チャラいですね、チャラいですね、本当だ、チャラい名前の車、あ、でかい、あれ、あ、そうなのか、危ない、なんか音がボコボコしてる、ちょっとスタートね、決めてほしいですよ、マリカといえばですね、これはもしかしてM0 的なやつですか、やばいやばい、激痛されてますね、大久保さん、37歳になりました、僕のさん37歳、マリオカート頑張っております、ちょ待って危ないの、37歳、難しい、和歌山県出身、このコースめっちゃ、奥野のぞむさん、どんどん順位が下がっていってます、奥野さん今7位になっております、そうですよ、これはちょっとレインタイに変えた方がいいんじゃないですかね、そうですね、奥野さん赤がめっちゃ強い、これが見えてきてるんじゃないですかね、もうダメなんじゃないですか奥野さん、ダメ、奥野さんはこのレースの直前に子供が生まれたそうですよ、あーそうです、おめでとうございます、おめでとうございます、奥野さん頑張ってほしいですね、そうですね、あ、いつまでもピスタチオじゃいられないとレース前おっしゃってました、そうですね、生活がかかってます、はい、このレースには、そうですよ、はい、いいんですかね、スリップタイヤのまま行ってますね、だいぶだいぶだいぶ、これ途中で変えられたりするんですか、ピットに入ってレインに変えるのかどうか、そんなことできるの、できるの、奇跡的に、いや、できませんね、このレースできません、できません、できないこと言わないでよ、できないことを言いましたね、そうですよ、夢の世界です、ラドだったらなんて言うでしょうね、あ、なんて言うでしょうね、アウトインアウトでないですね、全然ね、よし、分かった、もういけるわ、ちょっと安定してきた模様ですね、コースをね、うん、コースさえね、はい、なんでそんなゲームうまいの、奥野さん、子供おめっていうコメントになっちゃう、子供おめっていうのは もちろん冗談ですけどみんな冗談ですよ、みんな冗談ですよ、あー取られた、名前は僕が決めまして、はい、あーなるほどなるほど、奥野何さんになられた、秋信お父さんは春信、春信でちょっと難しいんですけど、秋信でございますね、もし女の子だったらどういう名前を付けになられてましたか、あー、あのね、秋子だとね、東村と被っちゃう、そうですよね、何やってるんですかね、誰の子なんでしょうね、ほら、スピード急に、元この子ですかね、もっと違うボタン押してもらう、気がついたら4位になってますね、そうです、これ俺らより難しい面でしょ、え、よくやってると思いますよ彼は、そうですね、なんかね、あの敵からのアタックがものすごいんけど、すごいよね、これね、あの中盤にいるとやられる、ほら、なんだこの3だ、俺ね、ピーチ姫に抜かれるとめっちゃムカつくねんな、おい、ダンソン上飛か、いや、そういうことじゃないんやけど、なんか後ろ見てイエーイみたいなことやってるね、お姫様やろ、はしゃない、お姫様、そんなこと全然難しい、これ見てください、僕と同じ順位じゃないですか、のずむさん、そうですよ、なんだのずむさん、やっぱ大丈夫、や、何が来たですか、でももう分かった、いいっすか、分かった、うん、あえてね、最難易のやつ、奥野さん、ちょっと見てみます、もういいよ、もう大して面白いやつでもなかったもん、こんな感じ雑魚とか言われてますよ、免許取ってこいって言われてますようるせえ、これどうします、これ奥野さん、言われてますよ、これ砂漠の方が良かったって言われてますよ、これね、ね、まあ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 、な、おい、じゃあここでもう俺はいいから4人やろうか、やっちゃいますか、はい、やりましょう、はい、これいいんですか、自分でマシン選んじゃって、ダメですよ、ちょっとレイさん待ってください、俺今まで君たちのこと仲間だと思ってたけど、この瞬間敵だと思ってるから、おっしゃ、今1位や、わし、わし2位や、俺9位やくそー、みんなどんどん上手くなってるの、お前前向きやな、ゲームしてむちゃくちゃやん、楽しい。